どうも、マリそばです。今日はちょっとせっかくの休みだから、でこんなに天気いいから、ちょっとスバルトピレンでどっか行こうかなって思いながら走ってます。いや、ちょっと着ていくやつミスったな。暑いな。走ってても手だけなんかまったりあったかいんだけど、これ最近ずっと天気いい日続いてたから、いい感じで通勤できてたけど、来週から激寒になるって言ってたからな。そろそろ電熱グローブの出番が来たかな。チャンネル登録お願いします。もう紅葉も終わったかな。最近ちょっとずつスバルトピレンちょいカスタムしてて、ブレーキオイルのところの蓋とか、ちょっとオレンジ、差し色でオレンジが入ったやつに変えたり、リアの方もホイールのところのエアバルブのキャップもオレンジのやつに変えて、ちょっと全体的に差し色でオレンジを入れてるんですよね。それとあと車体にハスクバーナーのロゴと、ハスクバーナーっていう文字をステッカーで両側に白と黒を貼ってます。両方白だったら面白くないなと思って。で、何気に一番重要視してたのがこのシフトレバー、これもちょっとオレンジに変えて、ついでにね、このスバルトピレンのこのレバーちょっと遠いよ問題をどうにかしようとレバーちょっと灯油問題をどうにかしようと思って、調整できるやつこれに変えたんすよね。で、結果的にですけど変わんないっていう、この一番近い方にしても変わんないっていう恐ろしい結果になった。いや、これはちょっとね、レバー遠いよスバルトピレン。ジクサーは調整できるやつに変えて、でレバーが近くなってクラッチが切りやすくなったんだけど、このスバルトピレンもそうしようと思ってさ、レバー変えたのに、ここ調整してもさ近くならないっていうね。なんだこれは、色だけ変わったよ。これもっと近くなるやつないんかな。これ最弱、一番近い最弱に調整してんのにさ、全然遠いんよ。普通なんかレバー、アシストのレバーってこうやってハンドルに置いて指伸ばした時に、その第一関節らへんにかかるといいって感じに言ってたけど、これ今触った感じさ、なんだろう、指の腹と指の頭でかかってるのか、レバーが。これいかんだろう。これどう、なんかもうちょっと調整できんのかな。クラッチが遠くてもさ、まあスバルトピレン、イージーシフトがあるからさ、イージーシフトがあるから、まあクラッチ切らなくてもシフトチェンジできるからいいんだけど、にしても遠いわレバーなんかやっぱちょっとサスもダウンしたいな、車高もちょっと低くしたいな、できれば。足先行くから届かないわけじゃないんだけど、やっぱちょっと不安だよな。もうちょっと左足に安心感が欲しいかも。すごいっしょ、この平地の中を走ってる佐賀平野。佐賀平野すごいな。だいたいさ、バイクで走りやすい道って言ったら、やっぱこういう開けた場所とか、信号が少なかったりとか、永遠と続くワインディングロードとかさ、結局そういうとこになってくるって考えると、バイク乗りは田舎に移住した方がいいよってなるよね。田舎いいよ、ほんとさ。バイクにとっては多分田舎最高だと思うよ。街中の信号待ちとか渋滞とかもないし、こういうね、開けた場所もさ、気持ちよく走れるって考えたら、やっぱ田舎最高でしょ。まあということで、バイク乗りは田舎に移住しましょう。うん、はい。まあでもね、多分デメリット的なやつが一つあって、バイクショップとかディーラーがないんですよね、近場に。それがデメリットかな、走りやすいけど。まあでも走りやすさを考えたら田舎でしょ。ちょっと今日行きたい目的地が1個あって、今そこに向かって行ってるんだけど、ああ、もうだいぶ紅葉は
終わりかけかな、あれは縫いの池なんとか湧き水。ああもうちょっと紅葉が終わってるかな。そうね、ちょっともう終わりかな。最初ね、色変えようと思ったけどテッカーが正解だったかな。なんかかっこよ、かっこいいっしょこのステッカー。こっちは黒。あとここのスバルトプレーンのこのなんかあった、このなんだろう、あれ外した、ここのボルトが純正のやつだったら余っちゃうから、新しく同じ仕様の短いボルト買ってきて、とここのバーも外した。あれ細いもんだって、細いから全然使えなかった。さっきさ、スバルトピレーンスタンド払って移動させた時にさ、スタンド払ってることを忘れてそこに置こうと思ったら、グイグイっと池の方にめっちゃ倒れて、そりゃスタンドないから倒れるよねって、そりゃそうだろう。いやめっちゃ焦ったわさっき、ほんとあれ一歩間違えれば絶対池の中落ちてたわあっぶねー。スバルトピレーンが150キロ台だからさ、なんか支えられたけど、もし200キロ台のやつだったら多分無理だったわ。もう池の中落ちてレッカーだったわ。あぶね、ほんとマジで、ほんとごくまれにそのスタンド払ってることを忘れちゃうよね。だからやっぱ俺あまりその200キロ台近いバイクは無理だなと思ってるんだよ。だからこのスバルトプレーンとジクサー150キロ台だから、それ以上のバイクだったらほんとごく稀に起きる、ああいう時になんか絶対やらかしそうで怖い。最近なんかこのさ、冬場にひまわり咲かすの流行ってんのかな、結構要所要所で見かけるんだわな。はい、ということでですね、今回はほんとなんてない、ほんとなんもないな。ただスバルトピレー池に落としそうで危なかったわってだけの動画ですよね。皆さんもスタンドの存在は忘れないように気をつけましょう。はい、ということで高評価とチャンネル登録よければお願いします。めっちゃ励みになります。ではでは、また次の動画で